はいどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、前回の続きからやっていきましょう。おうおう、もういいよ。お前はちょっともう今さっきね、ちょっとね、間違えて押してまして、仲間としてついてくるようになってしまってたんですけど、今のところいらないんでね、やっておいて、踏んで、あ、もう出してる感じやったね。そうやね、一応この木、あ、ちょっと待った、嫌な予感がした。いや、生きてます、生きてますね。 OK、 OK、 おーし、これもいるからね、木材。おーし、おー、これで5で、あ、5じゃない、これで6と。 OKOKOK、 これでいいっすね。まずね、んで、することはといえば、ここに床石をね、あれ、あ、2ついらんかった。うん、うん、で、あ、ちょ、間違えた、あ、拠点狙うモンスター現れた、ちょっと待て、どこにおる、すぐ向こうか、あ、こっちは合ってるわ、ぐにゃにゃ壊せない。よいしょ、よいしょ、お前はやられといても、やっといても問題はなし。で、一応ね、この言ってませんでしたけど、ここ藁の扉から木の扉に変えておきました。何かとね、あの、木槌作ると藁の扉やったら一撃で壊せれる可能性がありましたので、それをね、変えておきました。よいしょ、どうだ、これで、よし、これでこの間、ここにこれを置いて、んで、上で、もし、これで、よいしょ、よいしょ、これで、どうだ、いけたー、作れましたね。これちょっと気になるんで、ちょっと打ってみましょうか。うん、おお、すっげえ、おお、やべえ、気持ちいい。へえ、やるじゃないか、ドラゴン。あたしの設計図通りに2連砲台ができてるね。あのスイッチを押せば砲弾が出る。それで桃の一気に吹っ飛ばすって寸法さ。ん？なんだって？私が兵器に詳しいのが意外だって？ははは、そりゃもっともだ。私は荒くれどもを従えてるような女だしね。私はもうずいぶん昔にラライっていう発明バカの手伝いをしていてね。ラライ誰や？私の知識は全部そいつの受け売りさ。魔物を出すために必死に思い出してるだけなんだ。だけどそれにも限界がある。だからドラゴに助けてもらいたいのさ。私がララライの発明品を思い出す。あんたはそれを形にする手助けをしておくれ。そしてこのマイラを支配する溶岩魔人を倒す最強の兵器を発明しよう。あんたと私はパートナーさ。改めてよろしく頼むよ、ドラゴ。うっす、よろしくお願いします、アリガさん。おお、結構いい感じ。おお、なんかでも、おーし、やばい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 、これちょっと無双状態だね。これね、ちょっと作っておきますか、何個か二連砲台をね。ん、二連砲台の、あ、設計図はこっちにも来てますね。こう、これじゃなくても普通にね、こういう出てすぐに寄せる、押して、まあ心地が、ね、ちょいと普通にちょいとできる感じでいいんすけど、ほら、あ、ここでいっか、この下にね、入れといて。で、ちょっと待てよ、一旦ちょいと大砲帳もうちょい作りたいと思います。大砲を作れるようには、なんか、あ、ここ違う。間違えた。で、大砲でマグマ電池がいる。マグマ電池、マグマ電池、よいしょ、よし、どうだ、5個を作った。んで、大砲が、よし、2個作れますね。なら作りましょう。OK。
ピーン。で、これで大砲を。これでどうだ？いいね。うん、こんな感じでね、作っておきましょう。大きな敵来ても大丈夫なようにね。これ中で作った方が良かったかな。ちょっとね、出てすぐに、ほらよ、こうやってこういう感じで行けたらいいんですけど、行かれへん場合もあるから、ちょいと、あ、いいのあったやん、そういや。火を吹く石像はどこに行ったかな。あった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 。ちょっとこいつを、そう、ここら辺に設置しといて、だいたいこっちから来るんでね、なんか敵はね、マムの利用軍船はだいたい。一旦ちょっと寝ましょうかね。寝てから、寝てから、踏んで、これで朝にしといて、決戦なんでね、一応あ、ちょ、間違えた、あーあーああで、これで毛布もいらんし、杉原木、床石、床石、床石はいらないね。大砲もうちょい作って持っておきたい、持っておくというよりも、あそこに設置して、ああいうふうにね、横に、あ、ちょ、待て、こっち側大丈夫か、あれは床用スイッチ、うん、バネがない、バネがない、鉄のインゴット、よし、鉄のインゴットで床用スイッチ、壁用スイッチ、中から切るんかってことは、なんとなくそんな気する。ちょっと作ってみますか、なら、うん、こっちちょっとやばいな、ちょっと待ってよ、よいしょよいしょ、でこれでこう置いて、で、ここで、大砲、あれ、大砲が、あ、大砲がない。大砲がない。大砲、大砲。大砲はマグマ電池が待ってないのか。あと、木材も足らないですね。ちょっと、木材、木材、木材。木材をちょいと作っていきましょう。24個あるから、全部書いても問題ないっしょ。それに、木材に変える以外、捨てることないしね。杉原木はマグマ電池ですね。あとマグマ電池、マグマ電池、ここや、こいつや、こいつ、こいつで、まあ、いっそのことマグマ油全部使いますか。15個ね、なるほど、よし、作れるだけ作ろうかなと思ったけど、なんか嫌な感じすっから1個で作っていきましょう。よし、2個目で、3個目と。場所がちょっといまいちっすね。やっぱ普通に、こっちは普通にね、特用スイッチにしておきましょうかね。よし、これで。特有スイッチここに置いて、んで、大砲をこういう風に置いときましょうか。よいしょ。これは2つだけやろうね、なんとなく思うのは。んで、こっち側にもちょいとね、置いときたいんですけど、あ、こっち側か。こっから出てくるから、で、これでね、一応ここでこうやって作って、こうやって出て、いらんところでなんか土がいっぱい破壊されてますけども、まあそれは無視しておいて、ほんで、あと2個やね。よし、大砲は1つね、持っておきたいと思います。
何かと便利なんで。で、こちら側でちょいとね、この紙をスイッチ、おお、待て、こっちでこうやっといて、んで、よいしょ、声ね。無理か。まあ今のところ空き部屋は別にいらないんで、ここでこれをこよいしょいと。どうだ、丸、オッケー。お、こっちの方がいいっすね。なんとなく、なんとなくね、なんか見た感じ要塞っぽい感じが、めっちゃなんかここに配置していきたい欲望に駆られてますね。おお、すごい、やばいわこれ。あ、カビオスイッチやばいわ。カビオスイッチめっちゃここら辺にやっといて、んでそこでめっちゃ押していけば、敵もろとも粉砕できるでしょこれは。おお、その方がいいんちゃう、完全に。うん、これもね、いまいちなんですよね。うん、どんだけなってんやろこれ。めっさあるやん。もう今と取ってに削除しときますわ邪魔、なんか見た感じ嫌なんでね、これ残してるのが。うん、まあそうしとくわ。で、これで、うん、ちょっと見た目がいまいちなんで、こうやっとけば、うん、オッケー、これで相手は粉砕できるでしょう。おらよ、どうだ、うん、これでいいっすね。オッケー。んで、こっち側にちょいとね、階段、こいつは階段を作って使っておきましょうかね。階段あるかな、あった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 、ナイス階段。あった、取れない取れないよっていうな。んで、これちょっと預けておきましょう。いらないものは、太い枝もいらないっすね。タイプを一つ持っておきましょう。鍵をスイッチ、これちょっとまたね、夜とか暇な時見計らって、ここ全部大砲にしてカビをスイッチどんどんでできるようにしておきたいと思います。めっちゃ俺それがやりたいで、ちなみにこれでね、ここで木材12個か、2日で12個取れるんで、まあ一旦ね、ではここでやめて、次の決戦に挑みたいと思います。それではね、チャンネル登録の方お願いしますね。あと、ドラゴンチーム K というツイッターアカウントもありますので、もしよかったらそちらもフォローしてください。それではご視聴ありがとうございました。